っしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。
くれてやってな。預かる。くらっ、かかってこいよ。とっておき。足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジュルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カスカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、春日一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろんと来たが、みんな危ない人じゃねえみてえだぞ。つまりあんたコミジュルの人間だよな。そうね。え、どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの。ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの、そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな。美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう。いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるってあれ、そんな風に見えちゃってる。大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう、まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしないカズリ、なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズが、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。ああ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの、ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ。失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わぬ。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い、おっかねえな